更新準備。開発更新の体操トレーク。はい、関越部隊の戦闘を更新しますのは、関越部隊指揮官第10後方支援連隊副連隊長木田雄二二等陸佐と駐屯地幕僚です。続いて師団長の目となり耳となって情報収集にあたる第10偵察隊です。指揮官は隊長西川智之二等陸佐です。各種の建設機械などを駆使して師団各部隊を支援しております第10施設大隊です。先頭は指揮官大隊長箕輪浩二二等陸佐と大隊幕僚です。続いて河川に橋を架ける丸7式機動支援橋などを装備する本部管理中隊、指揮官は中隊長野田英二一等陸尉です。処理をする第1中隊、指揮官は中隊長山中正臣一等陸尉です。同じく第二中隊、指揮官は中隊長榊博正一等陸尉です。同じく第3中隊、指揮官は中隊長神尾修一等陸尉です。
隊の作戦を支援する第10後方支援連隊です。前頭は第1課長田中恵一等陸尉です。続いて連隊本部を支える本部続隊、指揮官は隊長野原隆3等陸佐です。続いて師団全般の整備を担任する第一整備大隊です。先頭は指揮官大隊長田淵則和二等陸佐です。続いて本部月隊、指揮官は隊長寺本哲夫二等陸尉です。続いて下記車両整備中隊、指揮官は中隊長田中正樹三等陸佐です。続いて施設整備隊、指揮官は隊長堀田清一等陸尉です。続いて師団内各部隊の整備を直接支援する第二整備大隊です。先頭は指揮官大隊長菊池浩二二等陸佐です。続いて本部付隊、指揮官は隊長上田淳一等陸尉です。各部隊の補給支援を担任しております補給隊、指揮官は隊長高橋俊弘二等陸佐です。続いて師団内各部隊の輸送支援を担任しております輸送隊、指揮官は隊長梅本浩二三等陸佐です。更新しますのは師団内各部隊の衛星支援を担任しております衛星隊、指揮官は隊長近藤陽子三等陸佐です。表示隊員退場。